ナタリア・アレクセイエブナ・セルグニーナはロシアの政治家である。モスクワに生まれる。父親は軍事弁護士であり、軍事法廷の裁判官を長年務めた。母親は文献学者であり、食品技術者であった。父親の仕事の関係で、セルグニーナは子供の頃にハバルフスク、沿海地方、ドイツなどに引っ越しており、行く先々で環境に適応し、 アルペンスキーや柔道、テニスに取り組んだほか、音楽学校でピアノを弾いた。ソビエト連邦が崩壊すると、モスクワに戻った。1995年、バスマンニ地区の第325中等学校を優秀な成績で卒業した。同年、モスクワ大学法学部に入学する。2000年、法学の学位を取得して、同大学を卒業する。 同年、ロシア連邦資産関係省に、コンサルタントとして就職する。2004年から2008年にかけて、連邦連邦資産管理局の不動産及び、動産部門の責任者を務める。2008年8月22日、当時ロシア経済開発貿易大臣を務めていた、エリビラ・ナビウ・ディナにより、連邦国家資産管理局の副局長に任命される。 2010年10月26日、セルゲイ・ソビャーニンにより、モスクワの副市長及び財産局長に任命された。ありがとうございます。